皆様こんにちは、三井千恵子です。本日は14日の16時半に好決算と増配を発表されました株式会社 DI システムの代表取締役社長でいらっしゃいます富田健太郎様にお越しいただきました。富田社長、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ではまず株式会社 DI システム様について簡単にご説明いただきたいと思うんですが、 DI システム様は銘柄コード4421、東証スタンダード市場に上場されています。では富田社長、どのような企業、どのようなビジネスをされているのか簡単に教えていただけますか。はい、当社株式会社 DI システムは、主に企業様で使われる、業務用のアプリケーションの開発を得意としている会社でございまして、アプリケーションを動かすために必要なですね、ネットワークだったりサーバーでした、作った、そのシステムをですね、運用するなどですね、企業様で使われる IT システム全般のですね、お手伝い、ご支援をする、それを、ワンストップで、ソリューション提供できるという会社になっております。加えましてですね、我々教育サービス事業というのも行っておりまして、こちらはエンジニアをですね、育成する、サービスを行っているんですけれども、最近では、エンジニアの育成だけではなくて、新しい研修もリリースをさせていただいておりまして、最近よく聞かれるかもしれませんけど、メタバース、メタバースに関わるですね、研修なんかもリリースさせていただいておりまして、新しい分野にもどんどん進出していっている会社でございます。ありがとうございます。人への投資っていうテーマでも物色していただきたいような銘柄さんでございますが、決算についてもここから伺っていきたいと思います。はい、まずは今回の決算、富田社長は率直にどのようなご感想を抱くような決算でしたでしょうか。はい、中期経営計画3年目の2年目に、3年の中期経営計画の2年目に当たる、期だったんですけれども、はい、想定通りといえば想定通りですし、今回、前期の中で、M&A を2社させていただいたんですけれども、こちらにつきましては、もともと計画じゃなかったんですけれども、うまく商談を求めることができたことが、結果的に売上利益、いい形で着手できたのかなというふうに思っています。ありがとうございます。今お話がありましたように、2022年9月期の通期決算は計画通りというふうに想定通りとおっしゃいましたが、投資家から見るといい決算だったんじゃないかと思います。経常利益が前期比で 37% を超える拡大となっておりますし、2023年9月期も伸びる見込みとなっています。2期連続で過去最高益を更新する見通しとなっているわけですけれども、その背景についてまずは教えていただけますか。そうですね、各社様引き続き IT 投資には非常に積極的に対応されていらっしゃいますので、そこをきちんと我々の方でも対応させていただくということで、収益上がっているのももちろんなんですけれども、今年の7月に新たに当社のグループ会社になったウィズシステムズ社という会社がございまして、こちらのセキュリティソリューション、セキュリティ製品を持っている会社なんですけれども、こちらが非常に利益率の高いビジネスを展開しておりますので、こちらの製品をですね、さらに拡大、拡販していくことでですね、来期またさらに、利益をですね、積み上げていきたいというふうに考えています。ありがとうございます。セキュリティ関連というと、今の投資家さんも気になる関連銘柄だと思いますし、しかも御社のビジネスとシナジー効果がありそうだなと思いますが、そのような認識でよろしいですか。そうですね、もちろんシナジー効果もありますし、今までとはちょっと違うビジネスモデルになっておりますので、私どもも非常に期待している分野になっております。そして10期連続で増収、3期連続での増益となっているわけなんですけれども、増収増益を続けてこられた御社のビジネスの強みについて改めて伺いますでしょうか。はい、まず一つはですね、この業界やはりエンジニアが必要になってくる業界でございますので、毎年毎年きちんとですね、新卒および中途ですね、いわゆるその採用をきちんとできているというところが大きいかなと思っております。
でただ採用するだけではなくてですね、まあ、それをその方たちを育成しなければいけないんですけれども、まあ、その育成を担う、まあ、教育サービスも合わせて行っているというところが、まあ、増収増益の、まあ、一つの要因かなというふうに考えております。まあ、加えてですね、数年前からずっと、お取引先をですね、まあ、もちろん情報サービス産業様が非常に多いんですけれども、いわゆるエンドユーザー様と言われている元請け比率ですね、そちらをこう引き上げることをすごく注力してまいりましたので、まあ、そこが順調にこう拡大していっているところもですね、増収増益につながっている、まあ、一つの要因かなというふうに思います。ありがとうございます。はい、そして前期の中で2社 M&A されていらっしゃるということが先ほどのお話でもありましたが、はい、M&A の考え方とか狙いについても伺ってもよろしいですか？そうですね、基本的には投資ビジネスにシナジーに出るというのが前提にはなるんですけれども、まあ、やはり我々がこう手掛けてこなかったビジネスモデルを持っていらっしゃる企業様をやはりすごく注目しておりますし、はい、特にまあ、サービスですとか製品ですとかそういったものをお持ちの会社さんをやはり今後も、まあ、M&A していきたいなというふうに考えております、はい、ありがとうございます。決算の話と加えまして、決算と同時に、はい、今期の年間配当が前期比5円増の20円に結構大きく増配をしたなと思いましたが、はいはい、その増配についてまた、はい、株主様への還元の考え方についても伺えますか？はい、おかげさまで先ほどおっしゃっていただいた通り増益でここ数年来ておりましてですね、その増益のこう伸び幅に対してですね、株主様の還元の割合がどんどん下がっていってしまっているということに対しまして、正直じくじたる思いがございましたので、今期こそはですね、期の初めから株主の皆様にきちんとお約束した配当成功をですね実現したいということもあって、はい、大幅にチャレンジさせていただきました。はい、ありがとうございます。円高とかコスト高っていうのが外部環境としては気になる投資家さんもいらっしゃると思うんですが、はい、そこら辺の御社への影響というのはどうなんでしょうか？はい、現時点では大きく出てはいないんですけれども、ただ我々が取り扱っている、まあ、例えばネットワークですとかサーバーと言われているこう機械に、まあ、機器につきましては、まあ、外国製品が非常に多いものですから、まあ、今後その円安による、まあ、コスト高というのは若干影響出てくるかなというふうに認識しております。ありがとうございます。ただ若干っていうところは少し皆さんにも、ね、安心感あるところかと思います。では最後に成長戦略など今後の見通しについて、はい、富田社長から熱いメッセージいただきたいんですがよろしいでしょうか？はい、先ほども申し上げた通り当社の新しくグループ会社の一社になりましたウィズシステムズ社が持っている、まあ、セキュリティソリューション製品ですね、こちら、まあ、まだまだ拡大拡販できる余地が非常にあると思っていますし、まあまあ、ただですね、そちらの拡販するための機能改善ですとか、まあ、機能追加ですとかそういったご要望が非常にこうお客様からたくさんいただいているところもありますので、まあ、そこをきちんと対応するためにもですね、割と積極的に投資をしていく必要があるかなというふうに考えております。で、その投資した結果がですね、必ずリターンできるというふうに考えておりますので、まあ、こちらのまずはですね、製品拡販に努めてまいりたいというふうに考えております。加えまして教育サービスの方ではメタバースというキーワードでですね、研修を今展開させていただいておりますけれども、まあ、こちらも非常にこう各社様から反響をすごくいただいておりまして、非常にこう注目いただいている分野に今後なりつつあるなというふうに考えております。SI 事業を伸ばすのはもちろんなんですけれども、まあ、それ以外のですね、新しいビジネス、新しいサービスの分野ですね、そちらの方をどんどん拡大していくことで、まあ、より高い利益率を実現していきたいなというふうに思っておりますので、はい、今後もますます当社にですね、期待していただきたいなというふうに考えております。ありがとうございます。連続で増収増配を続けられるそういった企業様の安定したビジネスもありつつさらに成長性もあるということで、気になった方はぜひね、ホームページや決算短信もご自身の目でご覧いただければと思います。
またこちらのイベントスウェブでも先月の15日に名古屋で開催されました永田会長がご講演いただいておりますセミナーの様子をウェブでもご覧いただけますので、そちらも合わせてご覧いただけますと理解がより深まるのではと思います。参考にされてみてください。それでは本日は富田社長お忙しい中本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。